燃やせコスモ CR 選挙制約法限界コンポバトル。さあということでいよいよ始まりました CR セイントセイヤ4限界突破バトル。本日はですね業界を代表する6メディア合計12名の皆さんにお越しいただきました。イエーイ、してます。はい、では皆様には産業から間もなく出ます新題 CR セイントセイヤ4ザバトルオブ限界突破で実践バトルをしていただきます。に集まっていただくっていうのは本当にないことですのでね、楽しんでいきたいと思います、はい、そんな本日司会を務めるのは私南真理香と安田大サーカスのクロちゃんです。わーわー、ありがとうございます。クロちゃん、クロちゃん、よろしくお願いします。でもマリカちゃんすごく似合ってますね、はい、お気づいてくれました。いや、これは予定だ。ありがとうございます。あの私セイントセイヤがねすごく好きなので今日はアテナっぽい衣装を着てみました。よっアテナ、よっアテナアテナがすごい。いや、そんぐらい皆さんマリカちゃんのこの格好を見て、はい、やっぱちょっと燃えてる感じありますよ。おー、よかった、うん、コスモ燃やせということですからね。そうですよ、頑張っていただきたいですね。はい、それではまず皆様の自己紹介の方をお願いします、はい。まずはパチンコ攻略マガジンチームからお願いします。はい、私攻略軍団長のドテチンと。はい、私攻略軍団のポコミでございます。イエーイ、かわいい、かわいい。そして続いてデチャウチーム。ワイがデチャウのチビビ、どうや誰が金髪豚野郎や。誰も使わない。ちょっと待ってください、もうもはや独り言ですか。次これでいけない。どうも、はじめまして、デチャウの前職花尾です、お願いします。おー、かっこいい、かっこいい。続きましてパチンコ必勝ガイドチーム。はい、パチンコ必勝ガイドの成田優子です。そしてはい、パチンコ一緒ガイドの無理な世界です。何言ったんですか。無理な世界です。さっき以上に聞こえなくなったよ。いや、けどこの感じがいいコンビネーションを生むんですね。そうです、頑張りますよね。はい、全然発しない、発しすぎる、止まるぞ。頑張ってください。頑張ってください。続きましてパチンコ必勝ボンチーム。自己紹介のお願いします。はい、パチンコ必勝ボンのしおねえとマルミンです。よろしくお願いします。ここも変わってますね、結局。ねえ、わかりました、頑張ってください。パチタウンチーム。はい、DMM パチタウン専属の河田ゆずきです。はい、そして同じく DMM パチタウンのヤルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてジャンバリドット TV チーム。よろしくお願いします。お願いします。ジャンバリドット TV のコネキシです、よろしくお願いします。お願いします、リノです、お願いします。お願いします。いろんなチームいますね。そうですね、1チームも被らないし、うん、すごい。さあ、ということで、うん、今回は1チーム2名のタッグバトルとなっております、はい、ただし各チーム打つのは1台、うん、誰が打つのか、そのどのタイミングで交代するのか、チームプレーが鍵となってきそうですね、はい、では続いて限界突破バトルのルールを説明していきましょう。マリカさん、お願いします。はい、わかりました。今回の限界突破バトルはですね2ラウンド制となっております。ということでまず1ラウンド目なんですけれども、通常時からの早当てバトルとなっています。はい、そして第2ラウンドは、各編中のバトルで競っていただきたいと思っています。そ
してそれぞれのラウンドでの獲得したポイントの合計が多いチームが優勝となります。はい、そして、6チームの中で見事優勝したチームということなんですけれども、今回は限界突破王の称号をゲットできちゃうんです。おすごいね。はい、それだけじゃなくって今私の後ろにあるんですけどこちら、ゴールドの、優勝カップが授与されちゃいます。おすごいね。はい、欲しい欲しいですよね。それではいよいよバーバルスタートです。皆さんコスモを燃やす準備できてますか？それでは第1ラウンド行ってみましょう。いやーついに来たと待っておりました。はい、もう今日は優勝する気満々ですね。はい、そうですね。ですよね。僕も全く同じ気持ちです。はい、特訓なんかやりました？やってないですね。ガイドイコール、まあ、私なのかなと、エースだと思って、来ておりますので、はい、僕はそんなこと一切思ってない。僕はもう一切、みたいな、僕は一切そんなこと思ってないんで、はい、やっぱり私たち2人で番組を2年間やってきたんで、やっぱそこは他の他社さんとは絆が違うんじゃないかなと思ってますよね。はい、寝てます？絆はちゃんとあります。ちゃんとあります。昨日一緒に収録だったんですけど、ちょっと携帯がない、携帯が忘れたって言ってて、で私の携帯を、まあ、ちょっと見せてくれと、時間が知りたいから見せてくれっていうところがあって、収録終わってで打ち上げの、居酒屋に出た時、普通に携帯を見て LINE してたんですよね。だからそのどうでもいいとこでなんで嘘をつくの、しかもカメラが回ってないところで何の意味があるのと思って、ごめんなさい、ちょっと怒りで震えてしまいました。それについてどう思いますか？申し訳なかったらっていう。すみませんです。ごめんなさい、それを言い出すとなんかもういろんな、もうごめんなさい、怒りがちょっとふつふつと来たんですけど、あと2日ぐらいかかりますけど大丈夫。さっきの絆がどうのこうのあったとこ行ったの、あれはどこ行っちゃったんですか？だって2年、第1ラウンド通常時早当てバトル、盛り上がってまいりましたね。はい、さあまずは早当てバトルのルールを紹介します。まりかちゃんお願いします。はい、まず第1ラウンドなんですけれども、通常時からの早当てバトルということで、通常時にいかに早く大当たりを引くかを競っていただきたいと思います。はい、なので一番最初に大当たりを出した1位のチームには30ポイント、そして2位のチームには20ポイント、そして3位のチームには10ポイントを差し上げたいと思います。はい、はい、ただ残念ながらポイントを獲得できるのが3位までとなっておりますので、3位が決まった時点でバトルは終了となります。なのでね、皆さん最初にも言いましたが、各チーム2人ずついますので、どちらが打っても OK です。そしていつ交代しても大丈夫なので、チームで作戦を練って挑んでみてください。はい、はい、ではここでセイントセイヤ4のスペックを紹介していきたいと思います。お願いします。はい、大当たり確率は約319分の1の V 確変&転落タイプです。続いて初回大当たり時の確変突入率は 50% です。確変なら100回プラスアルファ、通常なら100回の電サポがつきます。この第1ラウンドでは確変、通常どちらを引いても OK です。はい、確変に突入すれば本気の肝であるダブルバトルモードに突入いたします。第2ラウンドではこのダブルバトルモードで競っていただきます。はい、その継続率は約 64% で、高確率時は約135分の1、そして転落確率が約546分の1となっています。それでは皆さん、ルールとスペックは分かりましたか？それでは第1ラウンド通常時早当てバトルスタート。よし、頑張ろう。では、まずはじめに私からいきたいと思います。はい、まあやっぱり作戦ですけれども、まあガイドチーム絆はね、一番あるんじゃないかということですよね。2年間やってますから、はい、聞いてました今。聞いてます、聞いてます、聞いてください、ね、聞いてます、聞いてます、絆なんですよね。はい、そうそうそう、うん、
私ね、今日のためにはい嫉妬コスモを温存してまいりましたので、ええ、ここで爆発させます。コスモは温存してるんですね、はい、温存してます、はい、さっき試し打ちの時に何回も当たってるのは別に温存では大丈夫いいんですよ、言われてない、言われてない、それうっかりね、あそこでカメラ間違えてこと当てちゃいましたけど、ね、大丈夫ですよ、ね、そこが心配なところですよね大丈夫、成田さんのコスモがそこで放出されたんじゃないかっていうのがちょっと、ええ、これまずいなと思ったらブブさんすぐチェンジします、はい、え、当たった、早当たってる、うわー、まずい、戦場で油断する方が悪い、交代してもいいですよ、まだ交代してるチームないですけど、もうガイドチームは1分に1回交代でもいいです、交代します、交代します、交代、交代します、本当に交代します、早く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 、はい、何ですか、早くさあお願いします、はい、じゃあ私が第2走者としてちょっとお願いします、やらさせていただきます、まだ始まって早々ですけどね、しがない40代のおじさんパワー見せてください、はい、ここでそんなの見せられないじゃないですか、ね、やばい、あ、ホールドしてます、ホールドしてますよ、あ、長押し、ちょっとね、いけ、いいっすよ、はい、ちょっと待って待って、バースト、しかも赤じゃないですか、これ赤でしたね、はい、結構これコスモたまるじゃないですか、ですよね、めっちゃチャンス、さあ、来ました、しかもストック、発見先はこれね、ゴゴゴも赤だ、あ、ここで渡しました、32秒、ブロンズごときでは話にならない、もうこれ呼ばなくて大丈夫ですか、32秒後に何かあるかもしれないじゃない、わかるかも、あ、タイトル赤になりましたね、チャンスアップ、さあ、これでおそらく君と発動するんじゃないですか、来た来た、ビッグバンが始まったんで、これで、VSK 王道来ましたね、大チャンスですよ、王道的な感じで、はい、来ました、これやってましょう、じゃあ俺席を譲るんで、なぜかもなぜみたいな感じです、ここまでやってくれたのムクさんなんで、はい、そうですかね、ちょっと待ってください、ゴールドセイント、かっこいい、やばいですね、見っちゃいますね、あ、出た、来るぞ、オッケー、来た、あ、よし、やったー、ありがとうございました、来ました、当たった当たった、当たった当たった、そっちじゃない、当たった当たった、やりました、ありがとうございます、やってくれました、ありがとうございます、ヌズさんがやってくれました、ありがとうございます、ヌズさん、ここやっちゃんじゃん、そうだ、今日珍しくやり出してくれたんですよ、すごい、はい、ということで、はい、パチンコ不調ガイドチームは2位をゲットで、何ポイントですか、やったー、20ポイントです、20ポイントです、やったー、やりました、あの海月王の時もね、賞を手に入れてるから、そうなんですよ、これ取ったら2冠ですからね、はい、ゲットしたいと思います。いやいや、二冠をっていうこの感じがね、あやや世代的な感じで見ましたね。もう懐かしかったです。え、ね、年齢的なことはもう知らないと思いますね。はい、おじさんおばさんのみで。おじさんおばさん。この調子で頑張ってください。ありがとうございます。はい、頑張ります。20ポイントゲットです。やったのダブルバトルモードでポイントを競っていただきます。皆さん目の前の台を見てください。第1ラウンドで大当たりを射止めたチームだけではなく、大当たりさせられなかった引き輪チームの台もクロちゃんの力でなんと確変状態にさせていただきました。ありがとうございます。それでは肝心のルール説明をマリカちゃんお願いします。はい、わかりました。確変中のダブルバトルモードは連中サポート1回転から99回転までのジェネラル激闘モードと101回転からの海王最終決戦モードで構成されています。ジェネラル激闘モードで大当たりをすれば10ポイント、電柱サポートを100回転目のバーストチャレンジに成功しまして、海洋最終決戦モードに突入すれば10ポイント、海洋最終決戦モードで大当たりをすれば20ポイントとなっております。
そしてですね、特別ボーナスといたしまして、バーストチャレンジ中に大当たりを聞くことができますと、なんと50ポイント一気に差し上げます。すごい。そうなんです。ですね、はい。そしてですね、ポイントが獲得できるのはこれだけではございません。指定された演出を発生させることでポイントをゲットできるというミッションポイントもございます。こちらでございますね。はい、こちら、こちらですね、10ポイント、20ポイント、50ポイントの、獲得できるミッションがあります。こちらのミッションも成功でポイントゲットとなりますので、こちらも注目してください。はい、はい。そしてあれですね、皆さん気になると思うんですが、何ですか、各編から落ちてしまったら、通常時になってしまったらどうするのというところです。そうですよ、これどうなんですか。はい、こちらなんですけれども、 CR 戦術聖夜4ではですね、バーストチャレンジで失敗するか、もしくはファイオン最終決戦モードでバトルに敗北した場合、こちら通常時へと戻ってしまいます。そんな時のためにご用意いたしました。じゃじゃん、復活チャンス、クロちゃんを撃破して核編をゲットせよ。当たり前に言ったけど、いやいや、やる気になったのおかしいでしょ。これどういうこと、マリカちゃん。こちらですね、はい、皆さん通常時に落ちてしまったチームはですね、うん、このフリップの中からお好きなものを選んでいただきまして、はい、ここに書いてあるものをですね、クロちゃんと対決していただきます。はい、はい、そしてここで勝利できればまたジェネラル激闘モードでスタートすることができるんですけど、もし負けてしまった場合なんですが、はい、負けたら自力で通常時から大当たりを引いてジェネラル激闘モード、結構大変ですね。そうなんです、突入させなきゃいけない。なのでこの復活チャンスがすごく重要になってまいります。はい、ただですね、はい、これ通常に落ちた場合1回しかチャレンジできないので、本当に頑張らないといけないところなんで、頑張ってください。この勝負ね、絶対忖度はしませんから、皆さん本気でかかってきてくださいよ。はい、覚悟すごいやろ。覚悟すごいやろ。怖いやつ。おのおの、おのおのゆっくり喋るんですよ、ほんとに。バラバラだけど、ただ、ほんとにね、クロちゃんも本気出るから負けないで来てね。あー、いや、こっちやろ。いや、なんか柄が悪い人も多いね。まあ、やる気があるってことでね、頑張りますね。はい、ということで、長くなりましたけど、皆さん、各編ポイントバトルのルール分かりましたか？それでは、第2ラウンド、各編ポイントバトル、スタート！じゃあ、第2ラウンドも私から行かせていただきますんで、はい、成田さんから早速打ってまいります。お願いいたします。今度の相手は海王ポセイドンだ。いや、先ほどはのんさんにバシッと当てていただきましたので、今度こそ私がしっかりポイントを稼ぎます。のんさん、ゆっくりしててください。でも寝ちゃダメですからね、ちゃんと見といてくださいね。すいません、それぐらいやりますよ。ちゃんと見てます。振りじゃないですからね。大丈夫、大丈夫。え、なんか落としましたよ。今、竜がか、あー、本当ですか。いきなり近づいてます、近づいてます。わわわわわ、だだだだだだだ、これいきなりですよ。さあ、スタート。これ赤文字ですし、オルマカなんで、これでリーチに発展いたしました。氷河、トレントと氷河の、バトル開始いたしました。ここでもね、タイトルジャンプチャンスアップもあるみたいです。さあ、で、これで清永さんに行けば先制攻撃という感じですかね。さあ、赤までいた、イルミが赤まで来ました。さあ、また攻撃しますよ。頼みます、お願い。どうでしょう、やった、やりました。素晴らしい。当たりをゲットいたしました。はい、じゃあ、はい、しっかりと OK です。これあ、OK、スーパービクトリーボーナスト、コスモ全開で右打ちだぜ。これどうやら、はい、成田さんが一番早いかもしれない。早かったですか。早当て1位。早当ても終わったんですよ。はい、早当て終わっちゃった。はい、残念です。さっき一番7位だったら残念ですけど、はい。いや、でもこの99回転までも、まあ、ST みたいなドキドキしますよね。まあ、あと転落確率も546分の1なんで、まあ
人生で転落し続けてる私とももさんでもさすがにその確率なら転落しないと思うんですよ。ごめんなさい、なんで俺も道連れに転落されたんですか。まあこれであれですか、1回目の演出。そうですね。で、バーストチャレンジに、うん、はい、わかりました。はい、あ、チャンスってことですね。猫溜まってますね。さあ、バーストリック食べたいところですね。次も旬だ。はい、チャンス。はい、あー、でも、50%いきました。ファイナルジャッジ。いやー、お願いします。ここでちょっとね、まあ、これ終わるわけにはいかないんで、はい、わかりました。よし、あ、よかった、よかった、セーフ。まあさすがにね、ここで終われないんで、さあ成田さん、はい、こちらのモードも、はい、まあミッションありますからね。ありますよね、特別ミッションありますから。海王最終決戦モード、はい、限定のミッションもありますもんね。ポセイドンを撃破。あ、そっか、これ海洋最終決戦モード限定なんだ。はいはいはい、一気を出現させろ。あなたたちは真のセイント。今アテナの声が聞こえました。なんか変な音をしましたね、はい、アテナの。あー、え、これはもう今ちょっとね、豪華パネルの煽りがありました。あ、アテナさん、これはミッション達成に含まれますかね。あー、でも、はい、一応これは何らかのに挑戦しています。まあでもね、これは大丈夫でしょう。はい、まあでもとはいえキャラが聖夜だから。そうですね、はい。大丈夫だと思いますよ。いきます。 OK、 やりました。ナイス、イエーイ。危なかった。はい、ペガサス流星剣。いや、気持ちいい、かっこいい。え、何この人、やりましたね。まさにもう成田さんが、はい、もう全部達成するぐらいの勢いですよ今。本当ですね、はい、ちょっと BGM 聴いてるだけで体が乗りたくなってきちゃいますもん。な、なんすか、あのテンションに相変わらず温度差があるんですよ。あ、バリアリすぎですね今。ちょっと、はい、BGM がかっこいい、はい、はい、乗りたくなっちゃうんで、はい、まあ、なんならムムさんの方が世代ですからね、ちょっとなんかいろいろな曲がね、そうそうそう、選べるんで、そういうところもね、原作ファン、成田さんのパチンコファンの方も、はい、成田さんの出した歌は入ってない。私が出した歌は入ってる、わけないでしょ。はい、はい、おー、はい、やったー、やりました。すごい、シュンでもしっかり当ててくれる、はいはい、素晴らしい、素晴らしいですね、はい。まあ、ゲーム性としては546分の1より早く、135分の1を引くだけでいいですもんね。そうですよ、要はもうそれだけのことなんで。いや、全然引けますよ。成田さん得意のやつです、はい、得意のやつ。そう、私得意って言いましたっけ。そう、はい、よく知ってますね。さすが2年間コンビしてるだけはありますね。ご飯が来る前におかずを食べるみたいな成田さんのいつもの感じです。はい、そうです、すぐ食べちゃう。そうそう、すぐ食べちゃう、はい546より135、まあ大丈夫だとは思うけど、やっぱりちょっとヒヤッとしますよね。だから100回転以内で当たってくれた方が気持ちとしてはちょっと楽になれるかなっていうところですけど、でもミッション達成するためにはね、このバーストチャレンジは乗り越えましょう。大丈夫、いくよ、しおさん、ボタンを押してコスモを貯めろ。
まあまあまあ、もっと行こう、もっと行こう、はい、出た、これ結構溜まるんじゃないですか、いけ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 、いいっすね、よし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 、おお、これは完璧っすね、これは完璧、かしこまりました、はい、よいしょ、あ、え、ぜひ、嘘嘘、本当です、え、え、え、ウさん変わります、いやいやいや、なんで今俺が変わると、あたかも俺が終わったみたいなの、え、終わっちゃった、あ、ということですね、終わってしまいましたので復活チャンスに行っていきたいと思います、はい、ウさんごめんなさい、はい、全然とんでもないです、でも、はい、楽しかったです、はい、行きましょう、行きますか、すいません、復活チャンス来ました、はい、もうすぐ来るじゃん、すぐ来るじゃん、ずっと、はい、もう早く戻りたいんです、はい、わかりました、じゃあ、ね、これ選んでもらわないといけないもんね、はい、じゃあちょっと選んでもらって、やっぱ絆、2人の絆ありますよ、いやそれはちょっと勘弁していただいて、勘弁していただいて、あの積極的じゃないな、はい、そうそう、相変わらず、はい、やっと喋ったと思ったら勘弁していただいて、ね、やりたくないって言っただけだからね、じゃあでも絆はこの後、うん、パチンコで見せるとして体力にします、わかりました、体力じゃあ1で、はい、はい、マリカちゃんお願いします、ではいきます、今回はこちら、お、風船早膨らまし対決、あー、早膨らまし、はい、今回はですね、クロちゃんとどちらかが風船を膨らましていただくんですが、はいはい、30秒間で相手より大きく膨らました方が勝ちです、結構ガチなやつだね、そうですね、はい、どちらがやりますか、あ、もう、はい、早っ、こういうの男性が率先してきてくれるじゃないですか、大丈夫です、だったら俺勝てるかもしれない、そうです、もしかしたらね、なるかちゃんかも、はい、それではいきます、よーい、スタート、頑張れ、あ、早い、クロちゃん早い、お、早い、早い、早いぞ、頑張れ、ちょっと、もう全然ダメなんですか、ちょっと待ってください、全然ダメでした、ということでクロちゃんの勝利、お二人は残念ながら頑張って通常から当ててください、はい、よくやらなかったね、見てなかったかもしれませんけど、やる前に僕めっちゃこうやって伸ばしてたんですよ、見てました、やらないなと思いました、あれはね、僕はもう絶対これぐらいで負けたくなかったから、思いっきり思いっきり伸びやすいようにやって、はい、言っとくけどさ、そういう知識あるから、いやーこれバラエティの経験値の差ですよねそう、これはね、まさかの、はい、男対女のとこ出すあたりこれはやるやつだなと思いました悔しいはい、ということで復活チャンス、ごめんなさい、本当にいやいや、とんでもないです、いやーチャンスだったのに、なんだろう、もう年齢的なもの、年齢的なもの、そんなことないですよ、トムルさん悔しいんで、私打っていいですか、行きましょう、自力でやってます、はい、自分の手で復活リベンジ行きましょう、しますよ、でも生贄のようにすぐ私のこと差し出しましたよね、あれは、はい、俺無理だと思って俺できないんですよ、本当に、なんですぐ渡したんですけど、はいはいはい、まさか成田さんも俺と一緒だったと思う、はい、本当ですね、じゃあムムさんにタッチします、はいはい、よっしゃーよっしゃー、ちょっと待って待って、やったね、やったー、変わります、変わりますか、じゃあ終わってしまいました、山本さんに行ってもらおうかな、お願いします、わかります、うちのチームが一番変わってますよ、ね、そうそうそう、はい、え、なんすか、お、一気にオソコが溜まりました、はい、いきなり緑から、お願い、ストックストック、よし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 、あ、2個、すげえ、2個来ました、ダイちゃんさん、ストック大好きですもんね、ストック大好き、ストックがあると安心します、おー、バスト、赤になりますね、よしよしよし、おー、もう使っちゃう、あや、長い長い、よし、お願い、わ、長いですね、いやいいですね、いいですね、さあ、しかもゼロップが赤でチャンスアップ、こんだけ長ければあれですね、俺の相談にも乗ってくれる感じ、いや、いいですよ、今大事なところなんで、なんでブブさんの相談取らないといけない、今こっちに集中してください、よし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 、
オッケー。終わった。ビッグマッチ終わった。これは大チャンス。30秒以上ありますから。これはもらいますよさ。3、2、1。大事グルマ。おお、やったー。当たりましたね。すごい。おめでとうございます。ゴールドからレインボーに。すごい。もう成田さんの思いが一気になんか放出されたんですね。流しましたね、うん、いやーやったー、すごいなー。レインボーが似合うな成田さんは。はい、オッケー、よいしょー、素晴らしい、いやーすごい、やったー、よかったー、すごいなー。だから風船のことは許してください。いやいや、誰も何も持ってないですよ。あ、よかったよかった、よかった成田さん。ムムさん、俺も膨らませなかったです、ええ、さあ、あとはね、入れるかどうか、はい、うん、チャレンジボーナスで、ここが一番大切なところです。 50% ですから、いきましょう。わかりました。はい、いけ、うわ、マジか。あれ、今のはね、はい、成田さん悪いんじゃないです。あ、俺が悪いです。あ、すいません、なんでムムさんが悪いんですか。俺が悪いです。あの、フォローしてくださるの嬉しいですけど、なんでムムさん、俺がちょっと、はい、邪念みたいのがあった。あったんですね、なんか邪念が今出て、そうそう、あったんです、ね、ちょっといいところで、はい、トイレ行きたいって思っちゃった。 あれがよくない。ちょっとお二人揃って蘇るセイントモードは仲良しすぎますよね。やっぱり良くないですよ。はい、これは良くないです。はい。お、来た。東海市赤まで来た。さあ、チャンスチャンス。シュンさん。タイトルは先生はどうだ。あー。まだだ。決して、地上の平和のためやるしかないんだ。やってやりましょう。俊兄さん。はい。お願い。おー、やった。マジっす。しゃー、やった。やば。やりました。これは伝説させられましたね。ついにやりました。今ゴールドに輝いて見えますか。私、やったよ。 OK、 やったよ。うわー、すごい。さあ、これで15ラウンド、さらに確変も 80% もありますから、もし99回転まで行ったらちょっと待ってもらっていいですか。いや、さっきちょっとほら落ちちゃったんで、ちょっと怖いんで。なるほどね、はいはいはい、俺がそこやりましょう。はい、お願いします、お願いします。それで俺はこう言います、はい、全部俺がやりますから。、はい、お願いします。はい、パチンコ障害者の人たちに全部俺がやりますって伝えるんで。大丈夫です。あとはもう、はい、俺が責任取るんでやってください。そうですね、暴れちゃってください。なんかムーさんのすみませんはおはようぐらいの挨拶。そうそう、そういうことです、そういうことです。いきます。アップって書いてある。素晴らしい。僕が、このバトンを受け取ります。バトンタッチ、はい、いいとこで。おー、よし、はい、おしゃーたーし。オッケーオッケー。これ、もう変わります、変わります。ジェネラルといえば成田優子さん。ジェネラルといえば私、はい、え、緑保留すごいとしましたけどね。緑でも結構分かりやすい音が鳴りました。さあ、カポジュでこれでリーチ。はい。お、原作ボトル来た。達成。達成でございます。ついに達成しました。ついに。さすが成田さん。よし、OK。はい、ます。原作バトルを出しました。10ポイント。完成でございます。あます。よしよしよし。おー、うわ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 、しかも当たる。
これはもういただきましたね。三葉って書いてある。あーとかライジングレバーですね。一番いいやつ来たと。いやー素晴らしい、最高、やりました。よし素晴らしい。コスモ全開で右打ちだぜ。お願いします。お願いします。よしよしよし、あ、ハッでもね。あ、アウチ。おっと、何かしらここで、じゃあノさん、ここで引きましたね。結果が決まってしまったと。人間ごときが、さあいや怖いですね。ノさん、ネードセッツお願い。できれば勝ってほしい。おーマジっすよ。よし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 、いいぞいいぞ。本当ですか。えっえっえっ、わわわわわお、ちょっと素でびっくりしちゃいましたよ、ええ、思いっきり思いっきり引いちゃってください。よっしゃ、これはね気持ちいいっすよ。これやっぱりこれすごい素晴らしい。成田さんか、はい、シリュウさんのおかげ。あ、そうですね、はい、え、言わせてないですよね、まだ。言わせて、言わせて。さすが、よし、じゃあラウンドちょっと紹介しちゃいます。はい、かなり遅れを取り戻してます。ありがとうございます、ます、すごい勢い取り戻してます。あれ、7、7、はい、お願い。本当ですか。いけいけいけ、7で止まれ、止まんのかい、ちょっとマジで止まんのかい、これ保留連ですよ、これ。しかも保留で、これちょっと待って、すごいですね。なんでこれ、ちょっと大変なことですよ、今大当たり濃厚。ちょっと、おい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 、すごい、あ、ここもうね、とんでもないことになっちゃう。しかも先制攻撃ってね、俺何にも動かしてないのに、もうとんでもらうぞ。うわわわ、かっこいい。うわすごい。じゃあ一緒に来ましょう。いい、行きましょう。よいしょ、はい、やりました。まさかのここで7リーチが見れるとは思いませんでした。2年間やって初めて一緒に引いたことそうですね、いやすごい、多いな、これ。さすがです。このままじゃあ打っちゃってください。ちょっとじゃあ、はい、いい道をまだ打ちます。ラウンド素晴らしい。じゃあ大蛇さん交換します。任せてください。こちら、はい、はい、あれ、うちらのところに1回しか来なかったよね。そうなんです、はいはい、そうなんです。しかも負けたのに今確認中？いや絶好調です。自力で、すごいね。やっぱパチンコライターはパチンコで見せようと思いまして。一言も喋ってない。すいません、はい、なんと今ね、こういう風に絶好調な感じですけど、あと残り30分30分なんですね。すごくみんなポイント数が拮抗してるらしいから。そうなんですね、うん、ね、あれ、あの喋ってくれなったんだけど目を合わさないよ。そうそうなんです、すいません、人見知りかな。人見知り、そうなんですよ。2年やっててもやっぱり1回も合わないんで。1回も合わないよ、はい、それで通常営業なんですね。そうなんです、わかりました。成田ちゃん頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ふみちゃん頑張ってね。ありがとうございます。全然目合わせないから。頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。ふみさん、はい、時間が来ましたよ。来ましたね。いや、だ持ってました、今。起きてました。大丈夫ですか。ちゃんと参加してますよ。参加します。お願いします、ね、はい、ます。はい、来た。さあ、ムサ、出番です。はい、明けです。はい。さあ、得意のやつです。私はもう、お願いします、ね、これのために生きてるんでね。そうですよね。そうですよね。さあ、氷河です。一発目、氷河。まあ、こういう時のコツがあるんですよ。コツが、カツがあるんです ね、 それね、ぜひそのコツを聞かせてほしい、あ、チャンスだ。コツなんてないです。1、20来ました。ないんかい。
めんなさい、今ねボケとあれがね一緒になっちゃった。押尻さん、おーチャンス、さあおー40、もう一回来ないかな。ここでファイナルジャッジ、祈るしかない。さあ大丈夫です、コツがあるんですよね。成田さん、成田さん、成田さん、終わっちゃいましたこれ。成田さん、終わっちゃ、終わっちゃいました。あれ、おかしいなこれ。いやでも本当2人で、ね、頑張りました。次でいけるんですか、復活チャンスって。あ、大丈夫、あ、いいですか、じゃあ復活チャンスいきますか。じゃあこの時間に復活チャンス行くの、はい、私にくらいです。もう復活チャンス見せじまいしたそうです。ごめんなさい、はい、私本当ですか、1回しか出てなかった、ごめんなさいね。私が当選のれんをくぐれなかったってことで、くぐれなかったです、それで終わっちゃいました。うさんもしたかったかもしれない、ごめんなさいね。大丈夫です、僕は全然、すいません、すいません。緑でもほら私たちのクロスを見てくださいよ。おグリーンクロスでしょ、ラッキーカラーです。これですか、はい、そうでした。あら、わざわざわざ、え、ゼロ、え、カウントダウン、いきなり、なんのカウントダウンもなかったんですよ、別に。え、これカウントダウンされた身に覚えなかったんですけど、はい、え、今レインボーなかったですか。え、本当ですか、それさすがに、お、それ見間違いじゃないですか。見間違いですかね、まあ、見間違いは名前だけですから。いや、俺じゃないです、言ったの俺じゃないです。あれ、ちょっと楽しいこと起こりすぎじゃないですか。ストックしてますよ。大丈夫、まだストックがあります。本当ですか、はい、でしかもストックあるから、これ後半行くじゃないですかね。カラーチェンジじゃないですか、はい、俺の好きな。あれ、でもここで来ないってことは違うんですね。さあ、はい、来ました、ビッグバン。え、ビッグバン、いきなり。もういやいや、ウロさん、え、さすがですね、赤を飛び越えてですあ、でもこのリーチ自体がね、はい、カノーさんと、え、ここでまたストックするんですか。え、何がされるんですか。これ以上もう結構お腹いっぱいなぐらいですけど、え、もう俺の秘密が暴露されるとしか思えないです、これ。ムさんの秘密ストックなんですか。いや、そうそう、だったらいらないです。まあ、いらないです、でもストックください。もうちょっと怖いですね。今から今からですか。ちょっと贅沢すぎません、この23秒。何あるんだろう。じゃああと10秒で秘密をお願いします。まあ、実はですね、言えないですよ。終わっちゃうでしょこれ。いや、すごい。いや、嬉しい。3来ますよ、カウントダウン。これこそカウントダウン。はい。あ、ライジングレバーの。さすがです。マジっす。今全力のドヤ顔ですね。10年に一度あるかないかのドヤ顔ですね。じゃあ次10年後ですか。次。また10年後お会いしましょう。いや、まだあるんですか。まだあるけど。10年分の引き寄せをじゃあ使ってください。それは勘弁してください。それはちょっとね、お願いします。他のことでもちょっと使いたいなと思って。これで入れ、ああ、一撃だ。一撃です。まあ、成田さんといえば一撃ですから。はい、ええ、成田さん、一撃いいですか。いいよ。恥をかかせて申し訳ありませんでした。すみませんでした。今のは僕の抽選のあれです、本当に申し訳ない。じゃあリーダーいきます。お願いします。嘘。これでその後です。マジ、はい？すごいですね。めっちゃ薄いとこ引いてきましたね。あれ？お。ジェネラルでどう思いますか。ってことはどういうことですか、リーダー、ちょっと説明してください。行く場合もあるみたいなんですよ。あ、なるほど。5ラウンドでもこれはもう格下に入ったということを知りたいですね。土壇場で行ったと。そうです、そうです。残り時間もう少し、はい、5、4、3、2、1、終了。終わりました。終わりです。終わり、大熱戦終了。終わり、あ、終わりですか。わー、嘘。
成田さん、ちょっと待ってください。あ、そうです。終わりですよ、終わりですよ、終わりですよ、終わり、終わり、あ、終わりか、終わり。これ今来たらいかせますよ。セーフかもしれないですよね、これ。来たら、来い来い。飛んでもらえるの来ちゃったね。ダメなのかい。ダメなのかい、ちょっと。はい、ということで実践終了しました。はい、いやー、楽しかったですね。本当楽しかったですね、これね。はい。爆発しきれました？しれましたね。はい、しましたね。したね、はい、しましたね。じゃあどうなることかと思ったんですけれども、はい、まあ結構大当たり回数で言えばしっかりと。まあそうですね、楽しみ取れてと思いますよ。はい、でうまくね、交代したりで絆も見せれたんじゃないかなと、はい、交代しかしないじゃないですか。思いました。多分このチームの中で一番私たちが交代してます。はい、まあちょっと風船のね動きありましたけども、はい、まあ、風船は膨らませられなかったりしたけども、優勝への期待はしっかりと膨らませて、かなりトラウマになってます、ね、トラウマになってます。ちょっと怖かったです。忘れて、ね、もういいと思いますけどね。はい、はい、もしかしたら狙える位置にいるんじゃないかなと思いますので、はい、はい、結果はどこを見ればいいんですか。はい、どうぞ。はい、ちょっと何で僕で打ち合わせしたいです。あ、そうですね、わかりました。はい、結果の方は、はい、はい、結果はですね、採用チャンネルさんの方で、はい、オールキャストバージョンが見れると、はい、そちらの方で、結果の方は分かるようになっておりますので、はい、皆さんご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで以上、必勝ガイドチームでした。はい。